芝江門狸。芝江門狸は、兵庫県淡路島に伝わる化け狸。佐渡ヶ島の段三郎狸。香川県の田三郎狸と並び、日本三名狸に数えられている。江戸時代の奇談集、絵本百物語にも記述がある。人間に化けて芝居見物をしている最中、犬に襲われて命を落としたと言われるが、詳細は、地域や文献によっていくつかの遺説が見られる。 淡路島三熊山の芝江門大名人芝江門。たぬきは淡路島の洲本市の裏山の三熊山の頂上に妻のお像と共に住み、月夜にはよく陽気に腹鼓を打っていた。人間に化けてこの葉を金に見せかけて買い物をするようないたずらも働いたが、その一方ではよって山中に迷い込んだ人間を案内したりと親切な行いもしていたので、誰からも憎まれていなかった。 親切にされた人々は、彼らの住処に礼として一生とっくりを収めた。ある時に、芝居門は、何話の中座で大人気の芝居があると聞き、お像と共に人間に化けて、大阪へ渡った。初めて不無地である大阪を見物するうちに二匹は、すっかり陽気になり、化け比べをすることになった。まずはお像が、大名行列に、化け、芝居門の前を通り過ぎた。続いて、 芝衛門が化かす晩、お像の前を長い殿様行列が続いた。お像が、うまい、うまいと声を上げて褒めたところ、たちまち行列の一人の武士に切り殺された。行列は、芝衛門ではなく、本物だったのである。悲嘆にくれた芝衛門は、淡路へ帰ろうとしたが、せめて最後にお像も見たがっていた芝居を見ることにして、術でこの葉を金に買い芝居小屋へ通うようになった。しかし芝居小屋では、 毎日の入場料に、この葉が混ざっていることから、タヌキが人間に化けて紛れ込んでいると疑い、番犬を見張らせることにした。芝居見物も今日を最後にして、淡路へ帰ろうと、芝居門は小屋へやってくると、大の苦手な犬がいた。芝居門は恐怖心を隠しつつ、入り口を通り抜けたが、その安心した隙をついて、犬が襲いかかってきた。たちまち、芝居門は、 タヌキの姿に戻ってしまい、犬を連れた人々に追い回され、ついには頭を殴られて命を落とした。淡路には大阪でバケタヌキが殺された噂が届き、芝衛門の腹鼓が聞こえないことから彼が殺されたとわかり、人々は口々に彼の死を惜しんだ。芝衛門の死後、中座では客の入りが悪くなり、芝衛門を殺したたたりだと噂が立ったので、 芝衛門を芝居小屋に祀ったところ、また客足が良くなった。以来、芝衛門は人気の神として、中村元次郎、片岡二座衛門、藤山広美といった多くの役者たちに厚く信仰されてきた。後に、芝衛門の里帰りと称し、広美や二座衛門らの寄進により、相本市に芝衛門の祠が建てられた。現在では、芝江門の祠は三熊山頂上の諏訪城跡に、 近くにあり、芝居好きであった芝江門の伝説から、今、中座に祀られていた、芝江門大明神も2000年に、里帰りし、現在は、相本八幡神社に祀られている。江戸時代、阿波国の勢い宮山の麓の観音寺の境内で、芝居工業があり、大人気を博していた。ところがある夜、芸をする、はずの犬たちが、客席の方を吠えてばかりで一向に芸をしない。 ついにその中の一匹が客席に飛び込み、一人の武士に襲いかかって喉を噛み切り死に至らしめてしまった。大事件発生かと思われたが、役人が武士の亡骸を見分したところ、懐の紙に武士の名が阿波周村さん、芝衛門と記されていたものの、阿波周にそのような名の武士は実在しなかった。さらに懐には芝の葉が十枚ほどあった。翌朝に役人が 再び県分に訪れたところ、武士の姿は血まみれの狸に変わっていた。これが芝江門狸であった。時を同じくして、阿波では狸の鬼大勢力の大戦争、阿波狸合戦があり、両軍が援軍を欲していたので、芝江門狸はどちらかの軍に力を貸すために、阿波地島から阿波を訪れたのだろうと噂されたという。竹原春戦が絵本百物語より、 芝江門狸その昔、淡路に芝江門という農民がいたが、彼のもとによく置いた狸がやってきて残飯を求めていたので、芝江門は哀れに思い、わざわざ飯を残してやっていた。ある日、芝江門は狸を面白があり、人間にでも化けてみろというと、狸は五十歳ほどの人間の姿となり、日に日に芝江門のもとを訪れるようになった。 そして様々な物語や故事を詳しく聞かせたので、芝居門は次第に物知りになり、人々にもてはやされた。その頃、何話から、武田出雲という芝居が淡路に訪れて、工業を行っていたので、先の狸が化けた老人も見物に行ったが、運悪く、帰り道に犬に噛まれて死んでしまった。しかし狸だけあり、死後も半月ばかり正体を表さず、十四。 25日ほど、後についに狸の正体を表したという。芝江門狸の伝説の実態は、1870年に勃発したスモと阿波の争い、稲田騒動を狸に託したものという説や、日本に流れ着いたオランダ人を城の中に隠していたところ、外国人を見たことのない浄化の者たちに、それを知られたため、狸が人間に化けたものということにした、などの説がある。 小説、ありがとうございます。